こんにちは、リリナナです。今日はネックウォーマーを作ってみました。で、こちらは肩もあったかいような感じになっています。肩も隠れるようなちょっとスカートっぽい形になっているんですけども、これは頼まれ物なんですけど、母が仕事の時にネックウォーマーを使いたいから作ってくれないっていうお話をいただいて、で、以前に動画にした大きなボタンがついているちょっと開くやつですね、止められるというか、で、それでいいとは言われたんですけども、お仕事する時にもう特に開け閉めすることもきっとないだろうなとか、あとは寒い場所で働いているので、もう肩周りを冷やしてほしくないなということで、こちらのネックウォーマーを作ってみました。で、かぎ針編みなので、どうしてもこう伸縮性があるという感じではなくなってしまうので、最初のうちはちょっときつめに作っています。ちょっと小さいかなという感じなんですけども、使っていくうちにこう伸びて馴染んでいくような感じになっているので、気に入ってもらえるかなという感じで、今度プレゼントしたいなと思います。なので、せっかくなので今日はこちらの編み方を共有させていただこうかなと思います。よかったら作ってみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのこちらニューベビーちゃん、こちらを4玉使っていきます。カラーナンバーが7番で、アクリルが 82%、 ウールが 18% 入っています。25g で 60m で、もちろん他の糸でも大丈夫なので、でもし同じ目数とか同じぐらいの大きさに作りたいなという方は、かぎ針の号数やゲージ、こちらを参考に糸を選んでみてください。でもちろん他の糸でも全然、太い糸でも全然大丈夫なので、お好きな糸で編んでみてください。で、かぎ針は7号針の 4mm を使用していきます。はい、ではまずは一度キュッと引き締めて、ここから鎖編みを60目編んでいきます。1、2、3、4、5。はい、鎖編み60目編めました。はい、では次から1段目を編んでいきます。1段目から中長編みと長編みを編んでいくんですけども、今回は立ち上がりを中長編みも長編みも鎖2目で編んでいきます。で、それを立ち上がりとしたいので、鎖2目を1目と数えずに編んでいきます。まずは鎖2回で立ち上がります。その時にちょっときつめに鎖編みをしてあげます。一番最後の目ですね、ここをちょっと押さえながらキュッと1回で、2回目もちょっとキュッと引っ張ってあげます。で、引っ掛けて上から数えると 1、2、3目目、3目目の裏山に、なるべく裏山を取った方がいいかなと思います。このまま3本引き抜く、これで1目ですね。引っ掛けて隣の目、針を入れて糸を持ってきます。で、3本一気に引き抜く。で、これを40目編んでいきます。今2目編んだので、次から3、4、5と40目編んでいきます。はい、中長編みを40目編んできました。で、残り20目残っていると思います。ここには長編みを編んでいきます。次の目には引っ掛けて針を入れて糸を持ってきます。で、左から2本ずつ取ります。2本、2本、ここから長編みを編みます。で、ここにマーカーをつけておくと、いちいち数えずに編めるので、マーカーのところから長編みとか、マーカーまでが長編みっていう印になると思います。で、隣の目からずっと一番最後の目までですね、目数でいうと20目長編みを編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、最後1目残っています。ここに針を入れて、で、この時に糸端を私は針の手前から奥に
編みくるむ感じで編んでしまいます。これはやってもやらなくてもいいんですけども、ここの穴が大きくならないように私はこんな感じで編んでいきます。でこれで1段目が編めました。で大体私はこの時点で33、4センチぐらいの長さになっています。で中長編みを編んだところ、こちらの40目ですね、ここを折って、ここが首になります。でこちら長編みを編んだところ、こちらが肩に沿うような感じで編んでいきます。なのでもし折りたくないなという方はもっと短くしてもいいし、あとは肩の部分をもっと長くしたいなという方は長くするといいと思うので、必ずこの長さじゃなくちゃいけないっていうのは全然ないです。で私は分かりやすいように3等分にしちゃいました。20目で40目という感じで、こう半分に折った時に20目になるようにという感じにしたんですけども、これもお好みなので、もっと肩の部分を短くしたいなという方はもっと短くていいと思うので、お好きな長さで編んでみてください。なのでもう糸は何でも大丈夫です。太い糸だったらもっとザクザク編めて早く終わると思うので、お好きな糸で編んでみてください。はい、では次は2段目。2段目も鎖2回で立ち上がります。編み地をひっくり返して、で筋を前に残すように編んでいきたいので、うね編みですね、引っ掛けて1目目、この立ち上がりを1目と数えないので奥側の1本を拾います。糸を持ってきて、で2本ずつ、最初は長編みです。こちらの部分は長編みで、こっちは中長編みで編んでいきます。引っ掛けてちょっと倒してあげて頭を見ます。で奥側の1本半目だけを拾って長編みで、マーカーのところまで編んでいきます。はい、マーカーの手前まで編んできました。でここのマーカーまで長編みを編みます。でマーカーをまた外してこちらにつけておきます。目数を数えながらでも大丈夫なんですけども、やりやすいように編んでみてください。で次の目から中長編みを編んでいきます。マーカーの隣からですね、は中長編み、奥側の1本拾って3本引き抜くというように端まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で残り最後の1目、もし一番最初とか最後がわからなくなりそうな方は、最初と最後にもマーカーをつけておくといいかなと思います。こちらにも中長編みで、これの繰り返しになります。鎖2回で立ち上がって、で中長編みを編んだところには中長編みで、奥側の半目を拾いながら編んでいきます。で長編みを編んだところには長編みで、私の場合だと長さが違うので、中長編みのところ、長編みのところっていうのが分かりやすいんですけども、長いところ、こちらの目が長い方が中長編み、短い方が長編みって分かりやすいんですけど、もし同じような長さで編んでた時に、どっちに中長編みだっけ、どっちに長編みだっけって分からなくなっちゃう方ももしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけども、そんな時はこちら糸端がついている方、ついている方が長編み、長編みで始まったり、長編みでこっちから進んでいくと終わる、糸端に近い方が長編み、糸端がついていない方が中長編みというのを覚えておくと分かりやすいかなと思います。では中長編みと長編みを組み合わせて、でマーカーのところで長編みに変えたりしながら、中長編みのところは中長編みですね、で長編みの部分には長編みで、筋編みで奥側の半目を拾いながら編んでいきます。で私は上に書いてある段数まで編んでいくんですけども、首とか頭などに合わせながらぜひ編んでみてください。ではしばらくちょっと大変なんですけど編んでいきたいと思います。
はい、56段まで編んできました。で、大体私はこちらの幅ですね。ここが首になって、こちらは肩あたりになるんですけども、こちらの幅が高さですね。こちらが大体30センチになっています。で、こちらが首の部分になります。ここがこうなって、これが一周になりますね。大体40センチぐらいにしました。で、結構使っているうちに伸びてしまうので、最初は少しきついかなくらいで作ると、だんだん馴染んできてちょうどよくなると思います。ではこちらを次は引き抜き編みでつなげていきます。一度鎖一つで立ち上がります。で、そしたらこちらの編み地を私は右利きなのでこっちに向かって編むんですけども、針というか、スタートですね。スタートが手前の右側にあるように畳みます。で、そしたら今鎖一つで立ち上がっているので、一番最初の目ですね。一目目の奥側の一本。あとはこちらは鎖編みで作ったところになります。作り目。それも奥側の一本。こちらを拾って引き抜きます。で、このまま隣も奥側の一本。で、後ろ側ですね。こっちも奥側の一本。で、あんまりきつく引き抜き編みをしすぎると突っ張る感じになってしまうので、ちょっとふんわりめで、でいつもきつくなっちゃうんだよなっていう方は、号数を1号上げて、引き抜き編みをしてあげると仕上がりが綺麗だと思います。では端の方まで引き抜き編みをしていきます。はい、端の方まで編んできました。で、残り一目になっています。一番最後も奥側の一本を拾ってこのまま引き抜きます。で、そしたら糸処理できる分残してカットします。で、カットをしたらこちらの輪の中に糸端を入れてしまってちょっとキュッと止めておく感じで、で、このまま糸処理をします。で、その時に、で、今ここを引き抜いてきたんですけども、糸処理する方ですね、裏表っていうのがなかなかちょっとこちらは難しいんですけど、例えばいつもこう折り返して使うっていう時は、こちらに見える部分が表になって、で、こっちも表になりますよね。なので、糸処理するところが、こっちは中だけど、ここら辺、首元ですね。これはこっち側に糸処理をして、こう開くとこっちですね。で、こちら、肩周りに来るところは、中で糸処理をする。という感じで、糸処理をするといいかなと思います。糸端が出てこなければ、まあ、どちらで糸処理をしても大丈夫なので、お好きな方で糸処理をしてみてください。では、すべて糸処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。で、ちょっとポイントにボタンをつけています。で、レース糸で縫い付けました。で、大体、サイズがこの状態だと横が23センチぐらいになっています。で、折る場所によっても長さは変わると思うんですけども、この状態でだいたい18センチぐらいですね。で、このままつけるとここがちょっと首元というか肩あたりにこう被る感じなので、冷たい冷気がなかなか入りづらいと思います。で、ちょっと最初はきつめに作っているんですけども、使用していくうちに結構伸びるんですよね。で、かぎ針編みなので、その伸びたらなかなか縮むっていうのが結構伸びっぱなしだったりっていうのがあるので、ちょっときつめに作っています。で、このまま伸ばして、こっちが肩ですね。で、クシュッとこうつけても可愛いと思うし、つけ方はそれぞれなんですけども、好きなように
母にはつけてもらおうかなと思います。では今回は肩まであったかいネックウォーマーを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。